今から OPPO R15 NEO の分解方法を教えていきたいと思います。2つとも R15 です。これは2つともピンクです。普通のスマホは、側面に切り込みが、後ろの背面部分と前面方部分2箇所あると思うんですけど、OPPO もあるんですが、前面この液晶の間しか分かれるところ、取り外せるこの溝ですね、溝部分がしか取り出せません。背面の切り込みは全く意味ないんで触らないでください。でこっちがすでにちょっと外してある方なんですけど、まあ、元はこんな感じですね。こんな感じでくっついてるんですけど、前面の液晶の方の切り込みからこうパカッと分かれる感じですね。背面はこんな感じです。で液晶部分も外していきます。前面の溝の切り込みからパカッと外れる感じですね。ちょっとくっついてるんですけど、でこれがちょっとなかなか分かりにくいと思うので動画に撮ってみました。じゃあ今度、で使った道具は、前面の方がこう外しやすいんですけど、使った道具はですね、一応 Amazon の本格的なやつを買いました。これですね。これとあと金属のヘラ、これも使いました。この3つでだいたい分解しました。前面と背面部分のパーツで、前面の方、液晶部分の方が外れやすいので、まず液晶の部分の方が外れると思います。で外れた後また同じ部分、同じっていうか、まあ、ほぼ近い部分をこうグリグリと、こんな感じでグリグリとやって外すっていう感じですね。結構ドキドキすると思います。ありがとうございます。